じゃあね、ハーディ・ワインベルグ見てみましょうか。まず、初めの集団があって、で、そこに、まあ何人いるかは知んないけど、ラージ A とかスモール A とか持った生き物が、まあいっぱいいると。で、ラージ A の遺伝振動、ね、丸ヒンって書くけど、遺伝振動 P、スモール A の遺伝振動 Q とする。P プラス Q は必ず1になるんだよね。だって、遺伝子頻度ってね、例えばさ、遺伝子が、この遺伝子プールの中に100個あった時に、ラージ A はその中で何個ありますかってのが P だからね。例えば、ラージ A が10個あったら100分の10。で、残りがね、残りの90個がスモール A だったら、スモール A の遺伝子頻度は100分の90。ね、足したら、100分の100で必ず1になるよね。これだけは正しいよね。P と Q はね、どんな値取ってもいいんだよ。P が 0.1 かもしんない。ね、0.2 かもしんない。0.3 かもしんない。Q も何かわかんないけど、とにかく P たす Q は1。これだけは正しいね。で、自由交配させます。自由交配のやり方は、もちろんね、全部のカップルを、こう、交配させる。ね、自由に交配させるって意味なんだけど、それちょっと、計算上じゃほぼ不可能だから、まずは、精子をね、取ってきます。そうすると、ラージ A が入った精子と、スモール A が入った精子の、2種類取れる。そしてその2種類の割合は、P と Q になってる。なんでかっていうと、これ、ラージ A の遺伝子頻度が P って、この意味は、この遺伝子プールからランダムに、パッて1個遺伝子を取ったら、P の割合でラージ A です。そういう意味なのね。だから、この集団の作る精子は、ラージ A が入った精子が P の割合で、スモール A が入った精子が Q の割合でできるって。ね。それが、なんていうか、遺伝子頻度の定義から来てるからね。で、卵も同様と。で、これを、ね、わーって集めた精子、うわーって集めた卵、ね、受精させれば、それは自由交配と同じことですよ。受精させます。P 事情の割合でラージ A ラージ A の子供が 2PQ の割合でラージ A スモール A の子供が Q 事情の割合でスモール A スモール A の子供が生まれます。これが新しい集団です。これが新しい集団。で、こいつらの遺伝子頻度を改めて求めてみようっていうのね。P と Q はこいつらの親の集団の、こいつらと親となった集団の遺伝子頻度だからね、P と Q はね。ね、こいつらの集団の、ラージ A とスモール A の遺伝子頻度を求めてみましょうね。じゃあね、ちょっとね、これ P 事情とか PQ って本当は割合のことだけど、人数と例えて話を進めるよ。P 事情人の、ラージ A ラージ A を持った人に、P9 人、これ2マスあるからね。2PQ 人のラージ A スモール A を持った人。9事情人のスモール A スモール A を持った人がいると、ね、生じたとする。この集団の全遺伝子数は、ラージ A の遺伝子頻度を求めてみようか。ね。この緑の集団でのラージ A の遺伝子頻度を求めてみると、遺伝子の総数は、これ2個持ってるよね。それぞれ2個持ってるよね。2個かける P 事情人分。2P 事情。同様に、2×2PQ プラス、2個かける Q 事情人分。2Q 事情。で、ラージ A の数は、ラージ A の数は、2P 事情個。で、これはね、2個中1個しかラージ A 持ってないから、2PQ 個。まとめると、式変形していきます。P プラス Q を作るように式変形していきます。2P でくくって、P プラス Q。こっちはね、2でくくって、P 事情プラス 2PQ プラス Q 事情。
P プラス Q をなるべく作るように、なるべく作るように式変形していくと、こんな形。で、P プラス Q が、ここにできる。ね、P と Q の前提として、P と Q の前提として、ね、P プラス Q は1っていう前提がありました。1を代入してあげて、ね、P と。このように、新たに自由交配で生じた集団の A の遺伝子頻度も P になることが証明されました。もちろんこれ文字でやってますから P と Q 入れ替えて同じ式を立てれば当然スモール A の遺伝子頻度も変わらず Q になるはずです。ね、P と Q で挙動が違ったらおかしいもんね。でね、これでね、基本的には OK です。で、ちょっと細かい話なんだけど、これ P 事情にラージ A ラージ A を持った人がいますって言ったけど、でも実際はこれ P って 0.1 とかっていう数字が入るんだから、 P 事情人って 0.01 人とかね、ちょっと意味の通らない数になっちゃうね。だけどそれでも計算が結果が全く同じだから、それで話を進めてきたのね。だけどまあ0.01 人ね、例えば P が 0.1 だったらね、 P 事情は 0.01 だよね。 0.1×0.1 でね、0.01 人の子供って思うかもしれないけど、でもさ、この母集団がさ、100人いたらさ、これ全部に100かければいいんだから、ね、0.01×100 で1人、ね。もちろん、1000人いたら、この集団が1000人いたら、0.01×1000 で10人、ね。で、またね、遺伝子の数を全部書いて、遺伝子の数を全部数えてあげれば、これ、それぞれ分母と分子に線かければいいだけだからね。式は全く変わらないからね。ちょっとね、この遺伝子頻度を人数として書いてしまうのは違和感を覚える人もいると思うけど、だけどね、母集団が1000人とか1万人で計算したと思えば、ね、全部に1000とか1万かけてあげれば、式は全く変わらない式が出てくるからね。OK？ なんかね、あれと似てますよ。こう袋からね、ボールがいっぱい入った袋からこうボールを1個取り出すみたいなね、そんな確率の問題とすごく似た話です、ね、でこのボールのラージ A のボールの割合が P ですよみたいな、スモール A が入ってる割合が Q ですよみたいな、これが遺伝子プールね、これが遺伝子プールね、すごく話がていうか似てるっていうか似てますよ。だから、この条件として、ね、こういう袋からボールを引いて、ね、それが何になりますかっていう問題の前提条件として、ボールはランダムに引かれなきゃいけない。さらに、ボールは変わらない。青いボールが赤いボールに変わったりしない確率の問題で。それに、減らない。そして増えない。これはやっぱり絶対的な条件だよね。この問題が成り立つための、確率の問題が成り立つための。だってさ、確率のさ、ね、さてね、どのぐらいの割合でね、赤いボールが引けますかなんて問題はさ、こう、引きやすいボールがない、引きにくいボールがないっていう前提のもと、ちゃんとランダムですよっていうこと。それに、ね、袋にね、誰かがボールを忍び込ませない。そして、もちろん、赤いボールが青いボールに勝手に変わったりしない。ね。誰かがボールを袋の中から勝手に取らない。ね。問題文に書いてないのに。ね。そんなことが絶対ないよっていう条件のもとで、前提のもとで、確率の袋からボールを選ぶ問題は成り立ってるよね。この話も全く同じように、まず、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つために、この、子供の集団も、孫の集団も、遺伝子頻度はずっと変わらないっていう。確かに、元の集団の遺伝子、ラージェの遺伝子頻度は P。そいつらの自由交配で生じた集団のラージェの遺伝子頻度は計算したら不思議と P。もちろん、孫も P。ね、OK？ ずっと遺伝子頻度は変わらないんだよ。自由交配やってる限り変わらないんだよっていうのが、ハーディ・ワインベルグの言わんとしてることね。
で、その条件としては、こう、ボールを引くような話で、ランダムになってなきゃいけない。だから、この集団が、ちゃんと極めて多数、すごくたくさん集団内に個体がいなきゃいけない。また、引きやすいボールがあっちゃいけない。ね。個体によって生存力や、ね、繁殖力に差があっちゃいけない。で、すべての個体が自由に交雑しなきゃいけない。ね。それはすべて、ね、ボールはランダムに引かれなきゃいけないっていう条件のもとです。さらにね、ボールは変わらないし、減らないし、増えない。いいですか？ね。赤いボールが青いボールに勝手に変わってはいけないように、集団内で、ラージ A が突如、スモール A に変わってしまったら、ね、話が成り立たなくなります。集団内では、突然変異が起こらない。また、他の集団との間で、個体の移入や移出がない。ね、勝手にボールを加えたり、ね、勝手にボールがなくなったり、ね、そんなことがない。ね、他の集団との間で、個体の移入や移出がない。それが、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ条件となります。ちょっとね、難しい話だけど、ね、よく復習してみてください。ね、遺伝子頻度が変わらない。ね、ここでね、ここの流れね、ここの流れをね、ちょっと自分で追ってみてください。ね、しっかりハーディ・ワインベルグマスターしましょう。